ブレードファンの皆様こんにちは。マッカリーナイフスの2本目、こちらはラプトルというねナイフです。小型のねハンドルがねスケルトンのナイフなんですけど、早速開けていきますが、ラプトルというとジュラシックワールドとかに出てきた小型のね猛禽的な肉食獣、集団で狩りをする、あの確か恐竜がラプトルというふうにね呼ばれて、いたのを思い出しますが、ラテン語でなんか猛禽、あと略奪者というね意味をする言葉であるということなんですが、恐竜の名称として用いられることが多くて、ああいうね小型の肉食獣、なんとかラプトルっていう学名をつけることがね多くなっているということで、恐竜のラプトル、そういったところからねこう来てるのかなと、わかんないですけどちょっとイメージするんですけど、こんな感じのナイフですね。面白いなと思ったのは、このね首にこうかけられ下げれるようなね形で、あマカリさんもね確かされてた、あいいなこれ、ネックナイフとして軽いから、あこれすごくいい、首にかけれるんだというような感じで、ここにねあと、あさてラプトル、こんな感じのねナイフです。シースはあのブラックシースと、黒いねタフビロンのシースとこの自衛隊迷彩、まあ、選べたんですけど、もちろんっていうことで私は自衛隊のね、迷彩の方を選びました。早速開けましょうね。あちょっと硬めかな、あ少し硬めだ、こんなナイフです。ちょっと拭きましょうか、油がついてるので。さあマカリさんのナイフとしてはというかね、あのモデルの中にあるんですよ、こういうミラーフィニッシュといってね、あいいですねミラーフィニッシュの鋼材は、AUS8、 特別ね高いね鋼材ではないです。あ AUS8、 8A とかねそういう風に呼ばれたりもするみたいですけど、あのまあ一般的な中級グレードというかね、そういった感じのね鋼材です。あホローですね、ホローグラインド、ミラーフィニッシュのこんなねいいなと思ったんですね。このねブレードの形状が私はね気に入ったんですよね。もう一つはモデルとしてこうハンティング用のねポケットスキナーっていうマカリさんのナイフがあるんですよ。サイト見ると可愛いねダルメシアンかな、マカリさんが飼われてるワンちゃんが首にねこのポケットスキナーをかけてカメラ目線で写ってるね、あの可愛い写真があるんですけど、ポケットスキナー、それはまあハンティング用に特化したような形になってて、まあそういう形のナイフ私他に持ってるんで、こっちのねラプトルを選びました。これに関してはこういう風に食材をねちょこちょこちょこっと切ったりとか、だからこういう風にね削ってね、使ったりとか、使い方がいいなと思って、で実はね見ていただければこんな感じのねナイフになるんですよね。これスパイダルコのスモック、ブレードのね感じ見ていただければわかると思うんですけど、用途的にねこんな感じのユーティリティ的なね作業をこなすようなナイフことがねまあ多いね、これこっち使ってるからまあなおさらわかったんですけど、あこれはいいなと思ってこっちをね購入したんですよね。そういった経緯があります。で、ハンドルはこんな感じで、ね、スケルトナイフというかハンドル材はね貼られてなくて、こういうスケルトンねナイフといった風合いで、だから、重量が、どんどんいきましょう、軽いんですよね。重さはね90しかない、 90g です。105、このねスモックより軽いんですね実はね、スモックより軽い。ナイフ自体はね、シースと合わせると、もちろん少しね、重くなっちゃいますが、シースと合わせても、タフビロン軽いんでね、120しかないんですよね。だから首にかけても、そんなにね、うん。で、保持もしっかりされてる、されるみたいですし、いいですよ。長さ、ちゃちゃっとね、スペックいっちゃいましょう。長さは190ミリ。ブレード有効長が、96ミリ7ミリぐらい、こんな感じですね。刃は、ホローですね、こんな感じのホローグラインドになっておりますね。
ね、こんな感じ。さっきに申し上げたようにギラッギラにね、こう鏡のように研ぎ上げられたミラーではなくて、少しね曇りがかったというかな、そういう感じの、ミラーフィニッシュになっております。こちらの方にはマカリさんのね刻印が書かれているんですけど、マカリさんのね、私の前からちょっと気づいたあのやつがあって、この刻印ね、上にね、これミッドテックって書いてるじゃないですか。ね、ミッドテック。で、もう一つは、カスタムっていうね、刻印を見たことあるんですよ。っていうのが私ね、一番最初買ったナイフには、そのカスタムモデル、ね、まあカスタムみたいな、ちょっと特殊なものなんで、カスタムって打たれてたんですけど、というわけあって、それをね、マカリさんにもう再度ね、その表面処理というか、その辺をね、お願いした際に、ミッドテックになって帰ってきたんですよ。だから現在のところは、あまりね、このミッドテックカスタムみたいなね、その、あと、刻印に関しても、そんなにマカリさんこだわってないのかもしれないんですけどね。勝手な私の想像なんですけど、その武骨さというかね、そっちの方にこう、とんがってきてるんで、実用に富んだというかね、その細かいところはそんなに気にしてないようなね、そういう方面にこう、特化していって、ているように見受けられるんで、まあその刻印云々に関してはそんなに、用途に際してね、必要用途に際してその過度にね細かいところまでは気にされてないのかなといったあの印象は受けるんですけど、だからまあミッドテックっていうふうにこう書かれてるんですけど、まあこういうのはねミッドテックモデルですね。カスタムモデルっていうのは要はその一品物みたいなね、それ一つ一つをね手でね作り上げているような意味合いがね強いんですけど、ミッドテックっていうのは企業が作るのは大量生産するのはファクトリーナイフ、製造の面からねコスト削減とかそういうことを考えて生産するのがファクトリーナイフですよね。で、少人数とかその個人が作るのがカスタムナイフで、ミッドテックっていうのはそういうカスタムナイフメーカーがファクトリーナイフとカスタムナイフの間をね指すような言葉であるというふうに書かれていますね。軽くね、切ってみましょうか。A4 の紙。どうなんでしょうか。まあ、切れますね。うん。そんなにね、バシバシ、まあ、ツルツルにね、カミソリ刃ではないんですけど、まあ、普通にね、切れる刃がね、うん。ススッと切れますね。ついてます。あ、いいですね。うん。こんな感じ。いいんじゃないでしょうか。首からね、こうネックナイフで下げれるから、携帯性は良さそうですね。それで、広告。あ、広告、これは厚いからね、立ってるんで、比較的切りやすいじゃん。まあ、抵抗感はあるっちゃありますけど、若干ね。うん。こう、ぐっとね。だけど、刃ついてるんで、切れます。うん。棘はね、もっとね、切れ味もね、上がってくるかとは思いますが、こんな感じですね。よし、というような感じでこのねラプトル、私のナイフの中ではメインのねナイフといえばサブ的なね扱い方を考えています。工事もしっかりしてね、いい感じです。形状もねなかなかね良くないですか。 C アリゲーターをね、もう一本の方ね、こっちの方のナイフを購入する際に見てたら、ああ良さそうだなってと思って、そういう体なんですよね。あ、この辺も人品、ちょっと人品がついてますよね。そのユーティリティ的なね使い方もねできそうですし、なかなか格好もいいんで、でモデルアップとしてはこのミラーの他にこのねあの模様が、この感じがこうブレードの方まで来てるね、あのミラーフィニッシュではないモデル、通常モデルみたいなね、モデルとこのミラーのモデルの2色展開、あとシースが黒と自衛隊迷彩の、2色展開で、だから合わせてその組み合わせで4種類のね展開がありました。でその中で私はこういうねあの選択をしたんですけど、でその一般の方がねこう使うということを考えた際には、調理とかもねあのしやすいんじゃないかなと思いますよね。こういうね野外でのクッキングみたいなね、際してこうちょん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 ってね、ちょこちょこっとしてね使い方とかもしやすいんで、こうもの食材をねこうちょこちょこっと切ったりねする、やりやすいような、ね、ブレードの形状なんでいいと思います。ではね、またよろしくお願いいたします。それではまた。